カーター、チェンバース、中が空いていたレフトン、ダンクで沈み込めました。こういう形で繋いでいるというケースここまでです。朝山がファールをもらいに行くような形、バスケットカウント。この辺はうまいですね。さあこれでワンポジション差に戻りました。田中誠也フェーダーウェイ気味、決まりました。森井がどう組み立てるか。チェンバースから森井、スリーポイント、決まりました。これは素晴らしい。スリー2回というシュートが必要ですが、1本目決まりませんでした。ここで試合終了。横浜 B コルセアーズが80対74、広島ドラゴンフライズを下しました。